今日は初投稿、はい、そんな私興奮したり何か頼ん企んでる時はしゃくれているそうです学生の時も顎をつかまれたりしてました。韓国旅行に行った時はコスメコーナーで販売員のお姉さんが顎マスクを勧めて殺意を覚えました。どういうことなんだ。でも少し顎は出ていた方が美人だとテレビで紹介されていたのでプラスに捉えて美人曲線と自慢しております。なるほどね。まあそうね、ラインが切れてちょっと出てた方がいいんだ、うん、顎って。なるほどね。あ、だから綾瀬はるかさんってちょっと顎出てる感じ。美人じゃん。美人で美人だよね。顎しっかりしてるよね彼女は、うん、若い子にしては、うんうん、現代人って顎がどんどんちっちゃくなってるっていうじゃん、うん、ねなってるね。だから歯の数が合わない、合わなくって歯並びがおかしくなったりするもんね。名前、顎は名前、あ、名前つけなきゃ、うん、決まってる心配。マリ、トップバッターでいい？僕あとね。オッケーオッケー。せーの、シャクはるかシャクはるか。マリ、美人曲はあ、つつもたせっていうの。あ、つつもたせ、うん、あー、そういう意味だったの。じゃない、うん、美人曲線だよ。曲線でしょ。ちょっと待たせようから、はい、なるほどね、いいですね。シャクハルカマリア名字の方、はい、私は名前の方シャクハルカ、シャクハルカで